キーワードは何ですか先生これ英語ではい multilingualism これはあんまりあれだな発音しづらいな多言語ね多言語はいいろんな言葉ってことですかはいはい multilingualism はマルチということは multiple ということはたくさんの意味ありますけどリンゴマルチですねマルチはわかるんですけど多分 multimedia という ほうこ言葉が人気あったんですけど、じじ20年ぐらい前ですい全然知らない、うん、モテメディア、うん、いや、知らない、何,何ですか、それ、あのパソコンがモ,モルチメディアのこと,あ<ー>ことですけど、ビデオ見える、はいはい、なんかお音楽も聴けるとか、なんか見える、読めるとか、あマルチメディア。 でもモティリンゴリズムは多文化ですけど、うん、リンゴ l は、うん、Language のか違いの意味があります。うそう、たくさんの言語のことがありますけど。でも、日本語でバイリンゴということは通じますね。バイリンゴの意味わかりますね。2つ。まあ まあ、英語と日本語。そう意味が。まあ、バイは2つ。バイセコ、2つのリンゴありますけど、バイリンゴは2つの言語を喋ること。日本で日本語と英語。英語とかねその他の国は中国語。中国語とか。あります。で、それも、トライリンゴあります。あ、3つうん、トライセコとかトライは3つのこと。でも、たくさんが喋るの方が、パリガートということです。すごく珍しいな人です。ただね、 ヨーロッパで、うんその、フランス語とイタリア語と、えー、フランス語、イタリア語、スペイン語、英語が喋れるって、なんか卑怯ですよね、うん、なんか似てるじゃないですか、わ <laughs> かります、言いたいこと、ああ、そす,す,すぐ、まあ、アルファベットで、言語体系も、まあ、ちょっとね、ラテン系とアグ、うん、サクソの英語とはちょっと違うかもしれないですけど、うん、なんかあれ、釈然としないんですよね。 その国が近いもあるし、あれだからね、カウントするときは2分の1ぐらいでやった方がいいと思いますよ。と思うんですけど。そうだから、モーティリンゴでズムさいいことですかの話は、どこにありますとか、あの私も最近ではないけど、パパになりますとか、どうやって。 あのバイリンゴの人は育つのことをよく考えてますけど、はいうん、だから今日は、モータリンゴリズムというテーマが調べたいだと思いますけど、うん、でも実際、2つの言葉ばしゃべれた方がいいっていうのは、すごい分かるじゃないですか、1つより2つ。うん、と思いますけど、うん、でもどうなんですかね、なんかよく日本の英語教育でも。 英語をしゃべる前に日本語だみたいなあまバイリングの言ってる人が3つのタイプあります。うん、最初のタイプが2つの言語同じの時間に子供から習うその人が同じのもの同じのコンセプトと2つの言語をつなげるの考え方があります。うん、次のタイプが まあ、子供六七歳から、はいはい、まあ。あの、大学時代までから。はい、あの、二言語、言、べあ、うん、言語を習います。日本語そ。それは一番多いかもしれないけど。あの、最初のケースは、まあ、両親が。違う言葉を喋る時は、そうなりますよね。まあ、か、あの、両親が。この。例えば。なんか、他の国に飛行して。うんうん、家で、その。 言語を喋って、はいはい、外で違うの言語をやってます,すけど。でも子供の時って結構やっぱり両親と喋るから、あ,、うん、あの幼稚園、小学校行くまでは、うん、どっちかというと両親と話すので、うんうん、どっちかというと両親が違う言葉喋ってる時はそうで、う後のケースが今の転勤のケース？まああのー、最初の言語でなんか家族と、うん、あの学校で、うん、どっちも同じ言語が習いました。 ちょっとその言語が習った後には、第二言語が勉強始まるこのことになります,す、うん、だから、小学生ぐらいなまではその日本で育って、でアメリカに転勤して、うはいはい、そういう子供は結構そっちのタイプでしょその年齢が全部の言語はまだマスターではないということありますけど、うんその、この言語、ちょっとつなげるようなことありますけど、二つのコンセプトありましたら、二つの意味がつなげる可能性があります。うんうん の三つ目のタイプが私です。あの大学は卒業、はい、ぐらいまでが。英語しか勉強してない。だから私の日本語が。英語から。考えます。はいはいはい。<う>今頭の中では英語で考えてるんですか。まあどんどんどん。英語が抜けてるの感じです。あ、そう。<laughs> だんだん日本語の方になってます。あ、そう。納豆の時は納豆って感じが出てくるんですか。そうそう。あ、そう。 時々は家で家で最初に日本語を考える方があります。ねあと時々英語で忘れてしまうの仕組になってしまいます。英語で何だったかなって。でも時々だから後でその深くの話したいですけど、二つの言語が調べれましたらすごく頭のなんていうメリットすごくあります。そう例えば今の状況でなんか。 日本語で説明すると英語で説明するのは2つの可能性がありますうん、うん、でも多分時々日本語で説明したら可能性あの簡単です時々英語で説明したら、うん、どっちも相手をどっちもしゃべれましたら忘れるのか可能性が高くなります<ー>例えばこの言葉がこっのコン関プトは一番近い<ー>でも英語でなんか文法的には説明しても大丈夫と思います、はいはいうん そうだあの最近家でよくそのことあります。あのどうしたんですか。あの娘います。はい。ソラちゃん。はい。今三歳。うん。すごい最近がしゃべることが多くなりました。あそう。うん。例えば。でも例えばまあ最初の言葉がまあ。 1年ぐらい前でしたけど、はい、ママ、パパとか、ディ<ー>のマミーというぐらいありましたけど、今は、いいや頑張って、家の中で、英語しか使えない,はい、はい、あ今、家の中は、英語だけなんですか、まあ、だけではないけど、ほとんど、頑張ってます、奥さんが頑張ってるんですよね。<laughs> まあ、ペラペラです<ー>あの、でも、時々2人で日本語でしゃべってますあかもありる。 ですけどそれはそうじちゃんのいないときにいるときにどっちも<ー>けど私に話したときにはそれは英語にスイッチしてくれるの時々あります<ー>けど日本語と英語どっちも言えることもなってましたどっちが正しいとかちょっと難しいの感じがあります 50年ぐらい前からの研究は、はあはあ、同じの時間子供から2つの言語を習うのことはダメあかんという意見を持っている人が多いです。なぜならば2つの言語があの習うの時に言葉が2倍が習い仲間なくな、はいはい、ょっす。 普通い一つの言語だけ勉強する人ちょっと遅くなります。ちょっとなんていう頭の泣はどそれはそれ何の言語ですかとコンフュージング、難しいのかあります。はい、そのことはソラちゃんそこと見えるど、どっちの言語を使いますとか、いつ使いますとか、それ英語か日本語はどっちも分からない,いつ、まだ言語のコンセプトわからないと思います。だって 意思が伝わりやすいすりゃいいわけでしょ、あの,あの子たちの、うん、そのに関しては。うん、このミルクが欲しいんだったら、ミルクが欲しいって伝わって、それがもらえればいいわけでしょ、うんうん、これはミルクはどうのことだうだなって、その言葉の意味を考えてるわけじゃないでしょ。一番もらえる可能性が 英語使ってる、日本語使ってる、一番もらえる可能性がどっちかなと考えるかなミルク、牛乳、牛乳って言ったら今回いいかなみたいなね。だから私に牛乳が欲しいから、Milk Please 頑張ってプリ e ズってつけてくださいという、でも、バーバーの家の時には、英語使ってるはもらえないの分かってる、それもつなげると思いますけど。まあね けど今の研究の中には 2>,、はい、あの2つの言語を子供から勉強したら、うん、頭のため、うん、すごくいいことと研究結果があります、うん、あの最初の小学生ぐらいの時は難しいちょっと普通より遅い、うんうん、1>, 1つの言語よ,よ遅いですけど高校生ぐらいになったらあの考え方集中できることとあの 詳しく深く考えるのことが上がる、うん、増えるのことがあります。うん、なぜなんかアイディアありますか。なんでか。う,ん、うん。例えば。うん。今回次次回かは主体性なんですけど、うん、僕間違えてあの主体性ってピッて約書いてやったら <laughs> はい、はい、なんか違うな二人で会話しててはい、はい、ね。 つながらないんですよね、言葉が。お、うん、お、おかしいなと思ったら、うん、訳が違っとったんですね。うん、だから訳が違うんですけど、えー、まあ、違ってるんで直すんですけど、来次回ね。でもやっぱり、言葉の本来の意味を考えますよね。うん、あの、二つ言葉をやるとね。一、うんうん、つの言葉だけで考えていると、まあ、こんな感じっていうイメージが頭にあるじゃないですか。うんうん、だから、そんなにあんまり考えないですよね。つながって、こう伝わってるものをそのまま、 共有でできればいいんでねんなんか言葉が違うっていうのはそういう定義やら悩んらかしっかりするんじゃないかなとは思いますけどうそうですね高校生ぐらいになりましたら、うん、あのどっちも言語がなんかベースレベルの能力あります、うん、そう難しいのコンセプトとか難しいの内容が出ましたら、はい、2>, 2つの言語を調べる可能性もあるし、うん、2>, 2つの言葉の意味もつなげるの可能性がありましたら、うんうん いろいろな考え方ができます。うんうん、その中頭の中には、突の考え方しかないです。うん、いろいろ言葉をつなげることがあります。だから、あのクリエイティビティとか、前のあーキーワードがありますこと。未来のスキルのためには、クリティカル・ティンキングという関係があります。それは研究・研究があります,すけど。バイリンゴルの人は とつの言語をしゃべるよりも、うん、あの深く考えてる集中できるの結果があります。うん、これなんですとつの,の,の,の言語のしゃべる人がモノリンゴという人です。2> あそうですか2つがバイリンゴ三3つがトライリンゴあとはあ<ー>たくさんのことがパリガットということですけど<ー>すごく珍しいタイプですけど、うん、あの100万人1人ぐらい、うん、言語がすぐ。 ボイルの方もいます<ー>5060言語をしゃべる人もいますでも珍しいすごく珍しいですへ<ー>でやったことないですけどお<ー> <laughs> でもあれですよヨーロッパの言語だけじゃダメですからねああ<ー>、ね、カウント二2分の1ぐらいにしてくれないとダメですからあれは、うん、はい、はい、質問ですはいどうぞ世界に一番 多くのパーセンテージのバイリンゴの人の何の国ですか、うんおまあ、いよく言われるのは、あの世界三大美女って分かります、先生、な何ですか世界三大美女。美女。美女。ビューティフルな。あ,<ー>あれがね、よ,よく日本、日本ですよ、日本でよく言われるのは、うんまあ、コロンビア、まあ、ベネズエラもあるんですけど。うん あそこの辺、うん、あとはアルメニアってちっちゃい国があるんですよ、それはヨーロッパのトルコの元東の方アルメニアって、あともう一回ウクライナ、あそれはロシアのそう,そうそう、ロシアのちょっと西の方なんですけど、うんうん、これ共通してるのはこう、文化が交わってるところなんですよ。うん いろんな血が交わってるところなんですね。それは僕が、あの <laughs> 僕の考えなんですけど、<laughs> で逆に言えば、言葉を混じってるエリアかなと思うんですけどね、あ<ー>まあコロンビアとかあっちはスペイン語、スペイン領だったんで、スペイン語はブラジルですね。うん、まあでも、あそこは結構、黒人の人だったり、えー、白人の人だったり、いろいろいますから、ネイティブの人だったり。まあ、そうういだから バルカンっぽいところかなと思うんですけどね。ああ、そうですか。だから、えー、すだあの辺でいくとなんだ、えー、あの辺の地域はいろんな民族混じってるから言葉が多いような気がするんですけど。<ー>違います。違います。あ、そう。まあやっぱりあのバイリンゴのパーセンテージ、うん、人口のパーセンテージが。うん ヨーロッパの国が多いです、うんはい、だから反則ですからね、あそこは、うん、<laughs> いっぱい混じって、<laughs> はい、ちょっと違うだけでね、うん、あれだから私の先に調べたのことですけど、うん、一番は、ルクセンブルク、ね、うん、99%あーバイリンガルで、でもルクセンブルグ語はないでしょ。 ルルクセンブル語ありますえ、あるのあれはに調べてましたけど、ル、うん、クセンブルク語、英語とドイツ語の混ぜっぽいの感じですああ、なるほどね、方言に近いんじゃないかな、うんま、さっきの話ありまして、はいはい、どっちも言語わかりましたら、混ぜるの可能性高くなる、つ如、はい、あ言語がしゃあの説明しやすい、やりますけど、ルクセンブルク語がドイツと英語が混ぜれるの感じですうあれフランスとドイツの間ですもんね。 あ北にオランダが、ね、そうそう小さい国ですはい 2>, 2番は2番 2>, 2番の国がスウェーデンあそう、うん、スウェーデンなんか交わってなんか英語スウェーデン語と英語スウェーデン語英語な隣の,あのフ,ィンフィンランド語とノルウェー語の関係ありますけどあとあれですよスウェーデンって言ったらバイキングですよ <laughs> 私の親戚の関係あります。バイキングやから、やっぱり交易してるところですよね。え、なんでだそれはヨーロッパり分かりやすいですね、たくさんの言語とか、近いとか、あの喋る可能性ありますけど、アジアの中には。アジアはインド。 インドも多いですけどね、でも一番パーセンテージの関係ありますけど、人口が多いででもやっぱりそれ、あれですよ、小さい国なんですね。そうそうそう、それもあります。そうすると、もう分かるんですよ、シンガポールなんです。世界です。シンガポールがバイリンゴも、ポテンシールが高いです。でも、その国も、トリイリンゴという関係もあります。リンという 3つの言語、パーセンテージが多いのがアルーバ、ラクセンブーグとシンガポールがあります。はい、例えば、ラクセンブーグ語、はい、フランス語、ドイツ語、英語。挟ま、うん、まってますからねシンガポールが英語、中国語、メレー語、タ,、うん、タミール語がありますそかな。それはトライリング語ということがありますけど、うん、でも、どうですか、日本は何パーセンテージくらいになりそうですか日本少ないですよ。少ない、うん 1%, 1ないですよ。それはそうですけど、うん、その調べにくいのかことがありましたけど。でもあれですよ。あの、あ、<laughs> まあいいや。<laughs> いやいやいや <laughs> あの <laughs> 日本日本の中には、うん、いろんな言葉が喋れる人いますからね。え？あ、うん、たあ例えばお坂弁とか？そう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 。ああ、それも。うん バイリンゴとモ,クモーチャリンゴの、まあ、それもい言われます,ですけどそれなんで言い,言いにくかったかっていうと違う先生がウィットに飲んだジョークを言ったのを僕は言おうと思ったけど恥ずかしくて言えなかったっていう <laughs> それだけなんですけどそうそうでもやっぱちょっと違うでしょあそこまで違います、うん、あれ多分ヨーロッパの言語あ,あんな感じだと思いますよ、うん、何でもホームページ見たら英語イギリス英語とアメリカ英語の選べます、うん、ああ 私、オーストラリア行ったことあります、違うって言いますよね友達の両親が、ついていませんでした、全然分かりませんでした。言いますよね、オーストラリアはね。日本もその場合もありますね、どこか東北の方とかだったら全然分かんないですよ、本当、秋田、青森とかの、一緒にね、仕事、船乗ってた時は、九州のほうも多かったし、東北の方もあったんですよ。 違いますもん、多分ヨーロッパはああいう感じなんですよ、九州弁喋れて、東北弁喋れて、大阪弁喋れて、標準語喋れると、四つ、なんでしたっけ、パーティーなんちゃら。シンガポールで四つ喋れるっていうの、パーティー、そうそう、だから東北弁と大阪弁と標準語と、九州の方の、薩摩の方の喋ったら、パーティーなんちゃらになるんですよ。 違う、まあ、こ,こ,のこの辺も違いますよあの、うん、京都の北部のほうそうですかなんかやっぱり独特な言葉遣いしまするのねそれも言える可能だからそれで5つになりますよ多分 <laughs> <laughs> でも日本、まあ、日本語と例えば英語と中国語のパーセンテージがはい、はい、多分1%にならなさそうと思いますけどーも調べてませんでしたね しっかりあると、やっぱりもう、なかなか広まらないんですよ、それは分かってますあ,あと、私、2つの理由があると思います,すけど、はい、まああの教育の関係あります、うん、あとは、しゃべるの機会が、あの関係もあると思います,すけど、はいまあ、しゃべるね、うん、しゃべるチャンスがね、より多ければ、それだけ、うん、あと前の話のつなげて、どうやって教えるの、うん、問題もあると思います,ですけど。うんでも 多分他のキーワードで教育と言語、この頃ろ、教育で攻めてますからね、それで、モータリンゴリズムということですけど、頑張って、モータリンゴルパリガト育ちたいなと思いますそうですね、頑張ってください、先生、頑張ってください、教育にもつながりますからね、研究テーマにも。そうですということで、今回はキーワード、 なん先生に。いこですを中心にお送りしました。